玄関前に宅配ボックスを置きたいけど、砂利敷きでも大丈夫かな。土の上にそのまま設置してもいいのかな。そんな風にお困りの方は、スライドコンクリートブロックを使ってみるのはいかがでしょうか。ホームセンターでお手軽に購入可能。設置もとても簡単です。今回の動画では、そんなスライドコンクリートブロックの設置方法を解説いたします。宅配ボックスの底板を取り外します。宅配ボックスの底面からアジャスターをすべて取り外します。スライドコンクリートブロックを準備します。ブロック間の位置を合わせます。ボルトの位置を合わせます。ボルトは縦横ともに 300mm 間隔で調整してください。宅配ボックスには 12.5mm の底穴が開いています。宅配ボックスの底穴にボルトを通します。ワッシャーとナットでボルトを固定します。底板を戻します。実際に設置する際は、砂利などを避け整地してください。ブロックの水平も確認してください。設置後に見栄えを整えて完了です。いかがでしたか。 DIY 感覚でできてお手軽、なおかつしっかりと設置ができますよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。